ちょっと皆さん、この撮影のためだけにこの衣装買ったんですけど、どうですか？一つだけ言わせて。クオリティ低い。俺は高校生探偵工藤秀一。ある日部屋でゴロゴロしながら YouTube を見ていたら、突然の眠気に襲われた。そして目が覚めると YouTuber になっていた。ちょっと待って、こんなふざけてたら信用してもらえない。はい、ということで、僕実はクリエイター活動始める前は探偵をねやってたんですよ。やっぱり探偵って結構特殊な仕事だから、結構謎多き職業だと思うんですよ。今回はインスタのストーリーで探偵だってことを暴露しつつ、なんか質問ありますかって募集させていただきました。こんなね、なんかふざけてますけど、一応真実ですから。真実はいつも一つですか。やっぱアニメとかドラマとかで探偵っていうワード結構出てくると思うんですけど、まあリアルの探偵が実際どんな感じなのかっていうのを暴露していきたいと思います。いっときます。あと言うの忘れてたんですけど、普通の質問もたくさんいただいたんで、そっちも答えてます。まんじ、なんで探偵しようと思ったの？やっぱり探偵って特殊な仕事だし、なんか響きがね、かっこいいじゃないですか。まあでも一番の理由は普通に働きたくなかった。どうして探偵辞めたの？ YouTube と TikTok に出会っちゃったからです。薬を飲まされて体が小さくなった人ですか？そう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 、だから身長が164センチしかないの。いや、かましいわ、ボケ。殺人事件って本当に捜査するの？結論から言うと、一切しません。民事と刑事っていうのがあって、それこそ法律を破って重たい罪に乗るようなやつは基本ね、刑事なんですけど、探偵も一般人なんで、その刑事事件に関わるっていうのは一切ありません。で、逆に民事の方には警察がね、介入することができないから、そこが探偵の出てくるところみたいな感じですかね。もうめっちゃ簡単に言ったね。名探偵コナンみたいなことってあるの？まあ、これもないですね。ただ、やっぱり探偵って嫉妬とか恨みに縁のある仕事ですから、調査をしてたら事件に巻き込まれましたっていうのは、まあ普通の職業の人よりは多いかもしれないですね。ほぼほぼないけどね。学生の頃の黒歴史。僕学生の頃バイト2回クビにされたんですよ。完全に僕が悪いんですけども、あいつらふざけんなマジで、絶対見返してやるからな。表では探偵の顔してるけど、裏では某組織に転入しててだけど、本当はこう。うん、それアムロさんやな。探偵の仕事してて一番びっくりした依頼。刑務所出たばっかりのヤクザから電話来て、あ、探してほしい人がいるんやけどって電話が来た時かな。うん、断ったけど。彼女いますか？ほら、ラン一筋なんで。探偵って稼げる？僕は自分で事務所作って探偵やってたんで、普通に就職して探偵やってる人たちがどれだけ稼いでるかっていうのはちょっとわかんない。まあ普通のサラリーマンよりちょっと稼げるぐらいじゃない。その分めっちゃきついけどね。1回の依頼でどれくらいの成功報酬？調査の種類にもよるんですけど、だいたい20万円ぐらいから、まあ多ければ100万以上。モテたことありますか？もうそんなんいくらでもないね。修羅場とかあった？夫婦喧嘩とか見たことありますけど、僕の一番の修羅場は、調査で張り込みしてたら、近隣の人に、ああ、あいつやべえやつだって思われて、警察に通報されて、もう警察沙汰になった。探偵の仕事って楽しい？やりがいはあるけど、全然楽しくない。やっぱアンパン食べる？めっちゃ食べるって言いたいけども、全然食べませんね。もうポテチとか食ってたわ、普通に。彼氏が浮気してないか心配。世の中の男女、特に男は、可愛い子がいて誘われたり、あ、なんかこれいけんな、みたいな感じになるかも。大概浮気してます。絵はいくつ見た？変装したことある？全然してた。なんならね、カツラ被ったこととかもある。入ったばかりの部活だけど自分に合わないからやめたい。でも全然いいと思う。だって入んないと自分に合うかなんて分かんないもん。ナイスチャレンジ。探偵って資格とか必要？これがないと探偵にはなれませんってやつはないけど、運転免許は絶対持っといた方がいい。あとできればバイクも。推理するときって寝ちゃったりするの？そうそうそう、よっしゃ犯人言ったろって思ったら、いつも首に違和感感じて気づいた。好きな人を落とす方法？屋上に呼び出して後ろからドーン。コナン君が解説して。もう嘘嘘、もう絶対やっちゃうか。仮にね、こう言いましょう。お前のことが好きなんだよ、この地球上の誰よりも。コナン君が解説しようとしてること。ちょっと待って、一回ピザ頼ませて。OK、完璧、よっしゃ、次行こう。コナン君が解説しようとしてることってわかる？もう一切わかります。もう、玄太君とかの方がわかってるわ。どうやったら探偵になれる？警察署に行って、すいません、探偵になりたいんですけど。どうやったらプリキュアになれる？妖精のところに行って、すいません、プリキュアになりたいんですけど。はい、ということで以上が探偵の質問コーナーでした。いや、こいつ探偵マジでやってたんかって感じですよね、もう。いや、でもね、これマジでね、やってたんですよね。僕やってたっつっても1年ぐらいでね、TikTok とか YouTube に出会っちゃったんですぐやめたんですけど、それでもやっぱり自分で事務所作ったから、なかなかに濃い探偵生活ではあったんですけど、今まで言ってなかったシュートの前職でした。ってことで、真実はいつも一つ。バイバーイ。